はい、こんにちは。レトルトと申します。今回やっていきますゲームは、ドアーズということで、なんかね、ドア、とりあえずいろんなドアがあって、そこから脱出しようっていう、まあ、脱出ゲーム的なものなんですかね。なんか 3DS の、ダウンロードタイトルのなんかランキング1位だったんで、ちょっとやってみようかなと思います。それでは、やっていきましょう。タッチスタート。まあ、いろんなドアがあって、まあ、こんな感じで、出ていくんだね。まずは1の普通のドアだね。どこにでもありそうなドア。まあ、あらゆる手段を使って脱出していこうって感じのゲームらしいけど、ドアをタッチしよう。はい。めっちゃ簡単じゃん。めっちゃ簡単にドア脱出できたわ。なにこれ。まあ、こんな感じでスライドパッド動かそう。はい。あ、スライドパッドを動かすことによってドアがありましたって。まあ、こんな感じでどんどん脱出できていく感じのゲームなんだね。ちょっと画面構成ちょっと変えますね。まあ、こっちの方がいいかな、画面構成は。行きましょう。ほい。ドア 3! はぁ、あ。なになに？脱出できない。このボールをなんとか使うのかな？お？ドア、あれ？今ね、3のとこタッチしてるんだけど、脱出できませんね。傾けんの？あ？あ！今ね、ほら、画面をね、3DS を傾けたんですよ。そしたら、ボールと一緒に、ドアも開いた。なるほどね。こんな風に脱出していくんだ。え？ Y、X、B、A。なるほど。もう単純な、単純な感じで脱出もできると。まあ、ちょっとした脱出ゲーム集。一発脱出ゲーム集みたいな感じでね。確実に引っ張るしかないな、これ。ほい。あ？ああ、びっくりした。あ！え？一瞬で脱出だ。今だ！よし！俺向きだ。簡単ですね。なんだこれ。あ、待って、あ。つけたり消したりをすると、緑色になると。なるほど。プラス S で G。十字キーボタンを動かそう。あー、なるほど。どういう仕掛けのドアなんだよ、これ。いやー、これでも、あ、クモの巣を、この松明で、燃やす。もう飛び込めよ、クモの巣ぐらい。まあ、嫌だけどさ。えらい左に矢印があるな。なんかあるんだろうね。傾けんのかな、左に。左に傾けてもダメですね。てか、松明まだ持ったままなんだな。これなんか使えたりすんのか？いや、使えないですね。これ持ったままなんだな。あ？普通に引き戸だったわ。ボタンがある。ほいほいほい。あ！わかった！こういう感じだ。対象になってんだね、ドアのか、模様と。下ボタンを押す。上に上げる。なるほど。いろいろできるな。これはなんだ？藁がある。ん？ん？なんだこれ？ひし形？スライドパッドと対応してない？これ。いや、でもなぁ。どういうことだこれ？燃やすのかなぁ？これ燃えそうじゃない？あ！ゲット。やっぱ前のとこで使ったやつを、あれなんだね、利用したりもあるんですね。うおぉ、どんどん、もう11だぞ！高速クリアの男になってる。え？ 12、12、12。なんかゲットしましたよ。これを、この穴に入れて、脱出。なんだそれ。あ、待って。傾けました。傾けました。これを繰り返せってことだね。やべ、これ。なんかサクサクできてすげえ楽しいな。やっぱ脱出ゲームってすげえ行き詰まっちゃうじゃん？さっさっさっとこう脳を活性化できていいですね。右にさ、あるねこれ。クローバー、スペード、ハート、ハート、クローバー。あ、なるほど。クローバーは黒、ダイヤは赤、ハートも赤、で、ハート、で、クローバー。よし！いいよ！調子いいですよ！なんだこれ。え？あ？
ん？どういうことだこれ。こんな感じにするのかな。この、あ、いた！よーし、完璧だ。だいたい初めに思いついたことをやればいいっていうことだね。バツバツバツ。とりあえずタッチしてみても飽きません。お、なんか出てきたぞ。ん？傾けたら？こっちはダメだからこっちは。あ？バツだな。どういうことだ？今すげえ傾けてんだけど DS を。それでもダメだな。あ？あ？あ？あ、もしかして DS を反対に向けるってこと？マイクから離れちゃうよ。あった！うえ、今完全にマイクの後ろを向いてたね。うわ、いろいろ。あ？なんだこれ、爆弾？え、爆弾？転がす。こっちに転がしてみよう。どういうこと？どこに、あ！すげえ！なんかとりあえず置けた。あ、じゃあこれ、火もさ。あ！あ！あー、なるほど。ほい、一、ぽい、ぽい、左、右、右。きたー！すっきりー。18まで来ましたよ。上に赤のやつがあるけど。燃やしてみるか。植物を。ダメでした。なんか、めっちゃ穴があるね。この穴というか18のとこにさ。また爆弾使ったりも。とりあえず傾けても何もなりませんね。なんだこれ。どういうことだ？ちょっと結構戸惑うな。あ、今使えるの火だけだ。火だけってことは火を使う、火だけしか使えないってことは、火を使うってことかなと思ったんだけど、特に何もできたりしないね。あ、ステージセレクトとかここで選べるんですね。もうちょっとせめてちょっと霧のいいところまでやりたいけど。特にないなぁ。ちょっと待って、初めて戸惑ってるかも。まあ、上のこれがかなり重要なんだと思うんだけど、あ？あ？XYAB 押しただけでしたね。なんだこれ、超岩がある。岩はこさすが、あ！岩どっか行った。ほい。ET！ ET？ どういうこと？ ET。ET。なんだ、ET ってどういうこと？時計の、いやでも形は変えれないから、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。どういうことだろう、これ。結構わかんない。ET。18。ガチでちょっと、困っちゃったかも。多分このヒントで時計を、時計の数字を変えることで多分脱出できるんだろうね。E。E といえば、8。で、T といえば、10。違うね。これ ET のさ、四角のマスの数なのか、これ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 と、2,3,4,5,6,7,11 と 7？ でも、そりゃ、いやでもそれしかないな。むずすぎでしょ！マイクある！今の俺の状況と同じ。はーい、こんちゃーす。はーい、こんちゃーす。はい、レトルトと申します。レトルトと申しまーす。はい。よーし！とりあえず、ステージセレクトまで戻ろう。おー、とりあえず、1から20まで、この数々の、いろんなおしゃれなドアをやってきたけど、何個まであんな？ 100 か、これは。100もないな。いや、100、80か。いや、でもこれプラス20ぐらいありそうですね。
とりあえず、今回は1から20までやりました。まあ、こっから難しくなっていくんで、どうなるかわかりませんが、とりあえずレトルトの中では19が一番難しかったです。ちょっと難しく考えすぎたね。 E と T っていう文字に特に意味はなかったようです。はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました。ドアーズ、攻略していきましょう。俺のひらめき力上がるでしょうか。レトルトさーん、みんなレトルトを助けるためにそこのボタンを押してチャンネル登録してくれー。動画の更新もすぐにわかってレトルトも大助かりだー。スマホの方は登録ボタンを押すか、説明文のチャンネル登録よろしくどうぞの右からどうぞー。それでは別の動画でお会いしましょう。